なんかさ、さっきは電話だってんだけど。何？誰？どこの誰か知らないがブリー隊長に使えるだに。あ、約束を果たす時が来た。例の場所で待つだに。え、一人プレイ専用サブミッション、孤高のバスターズだに。受けられるようだった。何やってこれって、ねえ、外国から来たあいつじゃねえの？やべえ。とりあえずミッション行きますか。さあ、ミッションを選びたいと思います。これ、パトロール、ストーリー、ねえ。一人専用って何なんだろう、あれって。ねえ。ん？ここではないのかな？パトロールにあんのかな、もしかしたら。ん？なんか下にニューって出てるんだけどね、これ。えこれで、じゃねえ？これやってみようか、今日。孤高のバスターズの活躍を見るだに、そのアタッカーは群れることを好まない、たった一人で悪と戦う孤高の戦士だにね、ウサピョンっていうね、妖怪ですね。皆さんご存知ですか？妖怪ウォッチ3では、舞台がアメリカなんですよね。そこの次回作の主人公の女の子の相方ね、相棒がこのウサピョンなんだっけ、確かね。俺ちょっとまだ詳しくは分かんねえんだけど、行ってみるか。例の場所で松田に電話でそう言ってたんだな。そうでウィス、一体何のことだか。ダニ、そんな話し方をするのはあいつしかいないだろうな。電話をかけてきたのが誰か隊長知ってる感じ？ああ、もちろんだ。ここへ来る前スカウトした孤高のアタッカーだ。かっこいいずら。つまり、まあ、一人ぼっちってことだよな。つらい。一体どんな妖怪にゃん？ウサピョン。俺とウサピョンの出会いの物語を聞かせてやるぜ。長いの？踏み地がい頼むよ。回想入ります。はい。俺ウサピョンの声聞いてみていいんだよね。まだ聞いたことなくてさ、実を言うと。偽メリケン妖怪め。どこへ隠れてるだに。メリケン妖怪代表として必ず懲らしめてやるだに。さて、俺がウサピョンになっちゃった。嘘だろ。よし、カブトさん、ちょっとつけてやる。ちょっと、つい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 。ひぬぴょん。よっしゃ、氷結の術。どっちかっていうと、このウサぴょんは、ね、妖術、妖力で戦うタイプかな。よいしょ。まあ、さっきまでコマさんと使ってたから、全然いいんだけどね。さあ、どっかに、あ！なんか聞こえた、今。偽メリケン妖怪、認めんか！あいつら、ちょっと、大事なので おにぎり食べておきましょう。ね。さあ、認めん、果たしてどこにいるのか、わかりませんね、この感じ。あ、場所わかった。お父さんのところの会社のとこだ。で、だらけと、ほら。つぶ、孤高の妖怪ってことは、あれかな、友達が増えないのかな。めっちゃかわいそうやん。俺が友達になってやるよって。なあ。よし、ちょっとここにもう一体おるぞ。誰やお前。よいしゃ、おこむしゃ、おこだよ。よいしゃ。おー、めっちゃ出てた。さあ、ここら辺にいるみたいですね。いた？あ、いた、認めん。お前、三人一組とかなんかずるいよな、それ。ほら、くらえ。お、あ、これ遠距離から攻撃できる。すげえ。追い詰めた、ダニー。ユウのボスはどこだに？ボスなんていないよ。出てないよ。ボスどこだに。お使い横丁なんて知らないだよ。そこにいるだにね。オッケー。さあ、お使い横丁行きましょうか。あ、カブトさんだ。よし。さあ、お使い横丁はこっちの方ですね。ちょっと遠いですが、走っていきましょう。誰だろう。でも、ブリー隊長との出会いって言ってるから、ブリー隊長のことなんだろうな、多分。ね、偽メリケン妖怪。行ってみます、横へ。やるだに？やるだに？奥にいるだに。なんか隠れてるよね。新しいシステムですね。か、俺が遠距離から攻撃してやろう。よし。え、強いな、ウサピョン。あそこにいる、認め。くらえ！よし、一撃でやっつける。え、いいね、これ。みんな隠れてるな。ネガティブー。よいしゃー。この戦法をね、下に使っていきましょうか。うっそーって。お前は大丈夫か？よいしょ。結構ランク高くなかったっけ、こいつ。C ぐらいあった気する。
ねえ、結構敵もね強くなってきたってことでしょうが、ブルファント、よし、モレゾウじゃないのお前、モレゾウの別物。ほう、まあまあええや、よし、さあもうちょっとおや、ワカメスター、これってなんか俺知らないんだけど、ワカメくんじゃないの、何アメリカチックなってない、何スネスネークってなんか英語になってんだけど、アメリカ妖怪こいつら。さあ必殺技使いますね、次使いましょうか、奥で行ったら。さあここに、全然ちゃう、必殺技行こう、極太ウサビーム、あんま聞いてないなお前、くらい、アペリカン、アペリカンって結構強そう、なかなかちょっと普通に強いんだけどこいつ、やべ、あっブリ隊長だ、助けてくれたんだ、これなんかワープしたよね俺、ゴー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 、やばいやばい、ブリ隊長来てくれた、ありがとう、ブリ隊長は強いだろ多分一発の威力高え、あー無理大将、全然ダメージ食らってねえ、強靭な肉体俺無理大将が戦ってんの初めて見たんだけど、ついよオーマイガー、カントルに帰るでーす、口ほどにもないな、ダニダニ助かった、ダニ、なんだそれよりも俺が隊長を務めるバーサーズ入らねえか、まだやることがあるだに、これウサピオの仲間ならないのかな、でも会いに行くだにってね、約束を果たすっていう、さあフツマッシュ出現ね、ブリ隊長とのその約束を果たすため今から行くんでしょうかね、なんだこりゃ、でもブリ隊長、あ、それだけあんだけ強かったら多分ビッグボスとか一人で倒せんじゃねえかなって思うんだけど、やっぱ後輩を育成するっていうね、熱い目標を持ってるんでしょうかね、わかるぞ、さあ小あたり薄田影のかけら、いらん、普通にいらん、はい、でちょっとセーブしておきまーすと、まあこれが俺とウサピオンとの出会いだ、くぅ、男の熱い友情でミス、ウサピオンとどこで会うの、例の場所って言ってたけど、ああここバサーズハウスだ、え来てんのウサピョン、よっ、おーこの方がウサピョン、これからよろしく頼むぞ、え仲間なんの、やったー、ウサピョンじゃん、ニックネームウサカスでいいやめとこやめとこ、ビシッと挨拶してやり、なんで帰んだお前よろしくダニーウサピョンって、なんでそんなとこ隠れる、妖怪になる前から狭いところの方が落ち着くらしいお前ハムスターじゃねえんだからさ、なあ俺の飼ってるハムスターも狭いとこが大好きで、いつでもなんか変なとこに隠れてる、ああ、文芸わかんねえやつだ。さあ、ちょっとウサピョンのね、で、ステータスとかちょっと見てみましょうか。ウサピョン、何見たいんだっけ。ここで、入れ替え。ウサピョン、ウサピョン、アタッカー、B ランク、お前、めちゃんこついじゃねえか、お前、はい、エース、確定でーす。はい、俺のパーティー、アタッカー3人パーティーです、これ。出ました。もう、頭は脳筋、ね、脳筋になろう。え、これって、つまりビームショットメインで戦っていくって感じかな、ウサピョンは。ね。X にセットした技の威力がアップっていう感じなんだけど、技って切り替えれんの？それは多分、まだ今後のお話なのかな？よくわかんないや。よし、さあこれでコマさん、ジバニャン、ウサピョンっていうね、パーティーが出来上がりました。パーティーウサピョンにしようと、ウサダラだ今日から俺はな。で力上げるために後でね、あの刀でも作ってあげましょうか。もう今作ってあげようか。優しいな俺は。俺は友達のためにね、道具もあげるなんていいやつだな俺はさあ装備に作りましょう。あ
なんか強そうな作れんだけど、これ。どうしようかな。見習いの刀って作ってやおうか、これ。始めるぞい。ね、合体。装備品作るのにやっぱかけらすげえ使うから、パトロールとかもたまにやって集めとくといいかもしれないね、こういう。ね、素材とかを。さあ、これでウサピョンにね、装備させておきたいと思います。さあ、ウサピョン、攻撃力がね、トップです。ジバニアも超えてしまった。もう、強すぎる。もう、誰にも負けない。ウサピョンって今、レベルいくつだった？ちょっと見てなかったんだけど。ねえ、ちょっと、レベルアップ見てみよう。はい。レベルアップ10だっけ？ウサピョン、レベル10はあるんだね。そこそこあるよね。さて、前回手に入れたこのアライマショーもレベル10になりました。で、ウサピョン10、ジバニアン10で、コマさんだけ13なので、ちょっとウサピョンにね、ちょっとだけ振っときていいと思います。こんなもんでいいか。よし。さあ、ウサピョンレベル11になったね。さあ、このままでいこうかなと思います。よし、さあ、すげえ寄り道ばっか続いてる、この妖怪ウォッチバスターズね。今回この辺で終わりにして、次回 KJ をぶっ潰していいと思います。この新メンバーで、俺は勝つ！おつぼよ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。